Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。3月29日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日王子ね、久しぶりにですね、公務でね、体を動かしたらね、汗だくになりましてね、額からね、滝のようにね、汗が出てきましたんで、毛穴が開いちゃったかなと思って。でもね、今日そのままスタジオ入ってるから、ちょっと臭いかも。滑り落ちマスクマンでございます。はい。名古屋も桜が満開になって、いい感じになってきました。ああ、でも今年も、桜の下の宴会はできなくて残念だなと思う味噌煮込みスキーと、まあ、今日もですねこちら名古屋ですね花粉がすごくてですねとても目が痒くてですね、いやー目薬をさしたんですけども今度目やにが出てきたということで大変だったダンサーズでございます、うん、はい本当に今は大変はい、こんな3人がお届けします今週のテーマは時計、今週のテーマは時計です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日もたくさんメールが届いてますので、メールをどんどん紹介していきたいと思います。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、中首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町フシちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。そうですね、先週のですね、財布できておりますのでお読みしたいと思います。はい、お願いします。はい、銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近100均で購入した財布はお札入れの場所は問題ないのですが、小銭を入れる場所のファスナーが壊れたので、再び100均で購入した財布は理想としている財布ではなく折りたたみ式の小さな財布のため使いづらい点があるので、今週の土曜日は年に 1,2 回ある縁起のいい日と聞くので、上等な財布を買い替えに行きたいと思っています。あら、買ったばっかじゃないの。あ、そうかそうか、ちょうどね、先週のテーマでしたので、一粒万倍日かなんかでその財布を新しくするといいっていう日だったんですよ。あ、そういう、あ、そうですか、うん。買い替えたらお金が舞い込んで、うん、宝くじもビッグな当選になることを願うばかりです。ということでございます。うん、そうですよね。縁起のいい財布ってね、うん、ありますもんね。色とか、形とかもあるんですかね。ああ、なんか長財布がいいとかね、うん、ありましたね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。テーマ財布。今使っている財布は15年くらい前に買ったものですね。特に大きな傷や汚れもなく、まだまだ使えそうな感じです。次、財布を買うのはいつかな？皆さん、どれぐらいの頻度で買い替えるものなのでしょうか？神奈川は
昼間雪が降り寒い一日でした。先週の話ですよ、体調崩さぬように気をつけてお過ごしくださいということでありがとうございます。でも今週またっていうか今日また花冷えなんですよ関東の方は、ね、でも先週は雪降ってましたからね。ちょっとまだやっぱりね気候はちょっとまだおかしいんですからね。ねやっぱり寒暖の差が結構 ね、うん、激しいですよね、うん、だからね、はい、あれ、うん、ちょっとまた話あれですけども、はい、桜の咲き具合ってなんかおかしくないですか？うん、満開ってこう言われてても、うん、そんなにね、なんていうのかな、素晴らしいっていう感じにね、見えないんですけど、なんかね、ちょっと思ったんですけど、桜ってソメイヨシノって普通花びらだけ散るじゃないですか。はいはい、なんか多分急に暖かくなったせいだと思うんですけど、桜が花びらごと落ちるって、なんて言ったらいいんだろう、花ごと落ちる、はいはいはい、うん、なんかちょっとこう今日見てたらあれと思って。そうですよね、あの花びらがね、うん、そこ下にこう散ってないですもんね、うん、花ごと落ちてるんですよね、うん、なんか寒氷桜みたいに。やっぱりそれもね気候のね、うん、なんかちょっと ね、やっぱり変な感じですよね、うん、はい、ありがとうございま す、はい、います続いてですね、品間ゼニトモさんからです。ゼニトモさんに変わったの？本当だ。びっくりしちゃった今。文字読み間違いかと思った。だよね、こちらもね財布のテーマで来ています。はい、あそうか財布のテーマだからだ。うん、あ、はい、そうだね、財布の入り口がバカでかく出口がなさそうなザンサーズさん。電子マネー派でつむつむの課金でカード限度額まで使ってそうな味噌煮込み。いやだからつむつむやったことないって。みんな見てるよ。いまだに効果の種類別に。挟んでいくタイプの小銭入れを使ってそうな王子さん。懐かしい。ああ、昔のあれですね。あっ、見ましたね、自分は恥ずかしながら4年前に財布を落としてしまいました。あら。あら、その時、クレカや保険証や免許証など全てなくしたことがあります。これ大変ですもんね。以来、財布を持たないことにしました。あら。あら小銭入れだけ持って、お財布は裸でポケットに、保険証とクレカは自宅に置いたまま、ポイントカードはスマホのアプリに集約しています。なるほど。なんかかっこいいな、お札裸の持ってるの。芸能人。大御所がみんなそうだよね。ね、大御所の人もそうですよね。うん、そのせいで夏場、胸ポケットに入れてる紙幣がクタクタになり、支払いの時とても恥ずかしいです。マネークリップにすればいいのですが、それだとポケットの中でかさばるので、クタクタ紙幣でお店に迷惑をかけています。ということでございます。やっぱりね、しけってくるもんね。汗ばんでくる。ね、そうなんだ。でもね、かっこいいな。でもなんかね、落としそうな気がするんですよね。なんかすごいお金持ちの人がジップロックで持ち歩いてるのを見たこなんかテレビで見たことがあります。ね、そういうね、感じの方いらっしゃいます ね。ありがとうございます。では、財布のテーマでいきます。はい、読谷村のフルムーンイカリーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近、占い師、ゲッターズ飯田さんの占いに興味を持っています。その彼が幸運を呼ぶお財布の色は緑だそうですよ。僕は吉田カバンのポーターシリーズの財布が気に入っていて、買い替えるならポーターがいいなって思ってるんですが、そのポーターシリーズは、黒や紺色、茶色が主流で緑色はなさそうなんですよね。幸運も欲しいので緑色ならどんな財布でも良いか悶々としておりますということです。うん。緑なんだ。なんかやっぱりね、なんかよくほら、うん、なんか雑誌についてあれなんか黄色が多いじゃないですか。うん、でもなんかねラッキーカラーがあって、うん、ね、なんかいろいろね、占い師の方っていうのかな、うん、にもよってね違う場合がありますもんね。そうか。昔ね、若い方の小さい方のね、マジックでビリビリってなるようなあれがあるじゃないですか。バリバリっていう音のやつ。可愛らしい鹿ちゃんがついてるやつを、うん、使ったことがありますけどね。うん、これだとね、この人お金持ってなさそうだなっていうふうで見られてね、釣りに合うことはないかなと思って。うん、ああ、逆にね。だからさ、あれ、広げるためにバリバリ音がするの嫌だね。そうなんだよね。昔でもあれじゃなかったですか？中学生ぐらいの時、小中学生って結構そういう感じの財布ね、うん、うん、なんかみんな持ってたような気がするんですけど。ね、流行りましたよね。流行りましたね、それももうね、だいぶいいとしたね、おじさんがね、持ってちょっとおじさんが持ってるのは微妙かもしれない。うんうん、それもね、鹿の可愛らしいね、絵が描いてありましたからね。あ、絵も描いてあった。そうなんですよね。ありがとうございます。うん、
はい、続いてですね、こちらもですね、はい、財布のテーマで来ています、はい、王子、みそさん、ダンサーさん、こんばんは。福岡から帰ってきたあんこ、略して博多の人です。え、博多の人全然略してないし、あんつばさんだしだよね、だよね。今使ってる財布は昨年コロナの疑いで沖縄本島に搬送された時に買った財布なんですね。ほら、うん、前の財布は3000くらいのばかり買っていましたが、財布はいいものを持った方がいいっていうのを思い出して初めて1万円を超える財布を購入しました、うん、今まで購入した財布の中でも一番しっくりしている財布ですね、ということでございます、うん、そうですね、やっぱりちょっとね、お金を張ると、あの作りもしっかりしたものが ね違いますね、うん、全然やっぱり買えると思いますんで、うんうん、ただね、今ね、若い方でね、よくね、ハイブランドのね、財布持っていらっしゃる方がいらっしゃいますけどね。ハイブランド？うん、よくうん、あるじゃないですか、はい、高級ブランドのね、はいはいはい、うん、でもね、よくよく聞いてみると、うん、結構ね、イミテーションが多いんですよね。あ、うん、だからもう見栄えはいいけど、うんうん、まあ財布だからまたね、早いうちにね、ボロボロになったら買えればいいからっていう感覚で、本物使うと高いからね、うんうん、っていう風で結構ね、そういうものをね、使ってらっしゃること多いですね。うん、それはまあ見てるだけならわからないですもんね。あ、それミグレさんがね、ツイキャスで、はい、雨の時は有能です、ジップロック、ああ、屋外撮影の時に重宝しています、はい、っていうことで、うん、ああ、うんうん、やっぱり外でね、ちょっと何かやるときは、うんうん、ジップロックがいいんだ。うんうんうん、そうですよね。あ、カッポイさんは財布の緑は昔の金庫の色が緑だったからって聞いたことがあるよって。あ、そうなんですか。なるほど。ほうほうほう。5月からもしさんは、この間お金下ろしたと思ったらいつの間にかゆきちさんがいなくなってる。まさか、王子取らないでって。え？それはもしかしたら、どっか飲みに行っちゃったか、見ついちゃったかみたいな。地獄を見るわよ。でもね、本当にね、どこにしまったかわからなくなる場合があるんですよね。で、自分が、ね、お財布入れてても、使ったこと忘れてて、うん、あれ、こんなにお金が少なくなってるっていう場合がね、うん、王子よくあるんだよね。でもね、よく、王子でも使ってるんだよね、自分でね。はい。記憶がないだけ、ね。そうそう。で、ね、ね、よく紐解いていくと、あそこでお金を使ったなっていうことがね、うん、思い出すんですけど、うん。結構ね、そういう時あるんですね。あれ、こんなに。いや、そういう時結構あるんだ。もうあるの。ね、お金ね、あれないぞみたいな。あんまりね、数えてないことが多いんですよ。すごいね、数えないんだ。で、たくさんじゃないですもん。いやいや、そうだけど。で、例えばこう。少ないから余計数えられるじゃん。うん、だけど、例えばね、1万円を例えば持ってて、うん、ね、コンビニかなんかで買って、うん、9000円ぐらいお釣りがあるとするじゃないですか。うん、まあ一応大体それぐらいの頭で覚えてるんですけど、うん、その間ちょこちょこ使うんですよね。で、ああ、そうか、うん、その間減ってるのを気づかつかない。ずっと9000のまんまの。持ってて、開けたらあれみたいな。あれっていう。でもどっかで使ってるのね。そうなんです。はい、ありがとうございます。では、読みますね。はい。フルムンシンチさんからです。ありがとうございます。財布はプレゼントされた方が金運が上がるって聞いたことがあります。昨年たまたま夫婦揃って財布を買い替えるタイミングになったので、自分で買わずにお互いでプレゼントし合うことにしました。すると二人とも前年より仕事の受注量が増え、売り上げが伸びました。まあ偶然かもしれませんが、そう知りたいですよね。皆さんはそういう経験ありますかって。うん。プレゼントされた方がいいんだ。あ、そうなんですね。自分、財布は自分で買ってますね。そうね、買ってますね。って言っても、だいぶ、もう随分前だけど、私も財布。買ったの。財布はもらったことがないですね。自分使ってる今財布中古品なんです。中古？うん。うん、中古品なんですよ。うん、某K がつくとこで。はい。買ったの。K がつくってなんだろう。K がつくとこですね。うん、名古屋で有名な。東京のザギンとか。ザギン。ありますね。でもお店によってはね、程度よくてグレードのいいものをね、うん、たくさんありますもんね。うん。うん。だからそういったものをね、購入されてもいいのかなと思いますけど。うん、そうですね。うん。はい。そうなんですよ。でもね、あれ、最近見ないですね。お札じゃなくて、そのお金入れるところに、蛇の皮入れてるって、そう聞かないですか？金運。ああ、なんか聞いたことある。蛇の脱皮した皮だよね。でもその脱皮した皮がなかなかないですよね。
ああ、でもそうですよね、うんうん。その皮を手に入れるのが大変ですよね。そうなんですよね。それやるのにお金いっぱい払って買うっていうね。そういう風だったらね。沖縄だとハブですね。ああ、ハブですね。うん、でもなんかね、こう手に入れる方法がないのかなと思っちゃいますね。そうですね。日々の脱皮した皮を手に入れる方が大変か。うんうんうん、今はそうだと思いますよ。はい、はい。メールありますか？ですね。もう新しいメールですね。はい、じゃあ時計でいきますか？はい。はいはい、お願いします。はい。はい。名古屋チームの皆さん、こんばんは。はい、腰痛マシマシの眼精疲労、アレックスです。あら。なんかお疲れが増してる。お疲れですね、うん。携帯を持ち始めて、もう腕時計をしていません。また、ラジオを聞いていると、大体の時間が把握できますよね。ということでございます。うんうん、そうですね。はいはい、うん。でもね、時計したことないですね。うん。昔はですね、してましたけども、こう夏場になると、このバンドのところがね、こう汗ばむのがね、うん、あんまり好きじゃなくって。何かと汗ばむ話だね。そうそうそう。なんかね、それがね、あんまりね、得意じゃなくって、こう、で、スマホ持つとか、携帯持つようになってからはね、時間わかりますので、うん、まあ、あとはですね、うん、腹時計ですね。そう。そう、なんかね、でも、そう、やっぱりスマホ、持つようになってから時計って、うん、ね、少ないかもですね、うん、してる人もね。はい、ありがとうございます。じゃあ、一旦 CM いきますね。はい、CM でーす。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、越冬や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話098-884-5901。中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話052-389-7817、東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010、ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。これも時計ですね。はい、泉さん、特急サザンさんからです。
僕は腕時計が好きです。特にカシオの G-SHOCK が好きで数個集めていましたが、そのうち何個かは友人にあげて、今自宅マンションには4個の G-SHOCK があります。気に入った G-SHOCK があれば購入したいと思います。ちなみに G-SHOCK の最高の値段は770万で、ゴールドの G-SHOCK だそうです。770万だ。あらまあ。でもね、よく芸能人の方なんかはね、お高いね、時計集めてらっしゃる方いらっしゃいますけど、なかなかね、普通の一般の方でね、買うの大変ですよね。ねえ。またこれも770万って。G-SHOCK ってもうちょっとなんだろう、手に届きやすい価格っていうイメージがありますけど、ね。そうですね。スポーティーな感じがしますけどね。王子これだけあったらな、違うとこ行っちゃうんだけどな。いや、違うとこ行っちゃダメでしょ。あ、そう。はい。じゃあ続きまして、はい、R&K のパパさんからです。はい、ありがとうございます。ございます。ダンサーズさん、エンディングのお手振りが可愛いみそにさん、ありがとうございます。祝、改名の卵さん、こんばんは。王子のままでいいんだけどね。いや、改名の卵さんだから。え？テーマ時計。テーマ時計。はい。時計に一時期ハマったことがあり、いろんな時計を買ったことがあります。特に G-SHOCK が大好きで、6、7個買って持ってます。うん、ここも G-SHOCK ですね。うん、色や形が様々なので、気分によって今日はこれっていうように使い分けてます。あとは一生大事にできるような時計も欲しいと思い、オメガのスピードマスターも形違いで2個買いました。うん、これはやがて息子に受け継がせようと思ってます。たまごさんはやっぱり時計といえば、腹時計ですか？うん、そうだね。腹が減ったな。で、昼の12時、夜の7時とか、正確な時を知らせそうな感じですね。でも、旧名古屋での時間の使い方は？今日もエンディングの閉店ガラガラ、正確にできるか期待しています。あれはですね、はい、まあ、まあ、王子のインスピレーションでやってますのでね、うん、まあ、その時その時ですね、早い時もあれば遅い時もあってね。インスピレーションは、腹時計のように正確ではないっていうことですね。そういうことでございますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、うん、皆様にね、ちょっとね、お詫びを申し上げないといけないんですけどもね、はいはい、シュープリームさんからですね、はい、財布のね、メールが来ておりましたので、これはね、大変にいいメールでございましたので、はい、ちょっとね、最後に残しておきましたんで、はい、お読みしたいと思います。はい。はい、あ、財布のテーマね、うん、はい。これはね、みんなよく聞いてね、すごいよ。はい、今自分が使っている財布は、数年前に、嫁にプレゼントしたルイ・ヴィトンの長財布で、世間一般ではお下がりと言われているものなんですが、当の本人は僕が使っていたルイ・ヴィトンの限定モデルの財布を借りパクして買ってやがりました。あら、いいもの持っていらっしゃいますね、うん、ちなみに財布の小銭入れ部分に近藤さん、かっこ、はい、岡本アンド相模とかを入れておくと、うん、恋愛運が上がると、うん、恋愛運が上がるという嘘っぽい噂を信じて入れているのですが、うん、支払い の時ポロッと出てしまい気まずい空気になるのがたまに傷でございますという話ですけども、うんうん、シュープリームさん、結構それはあれですかね、お使いになることがあるんですかね。いや、金運アップじゃない、間違えた、恋愛運アップだ、うんうん、恋愛アッププラス、うんうん、でしょ、うんうん、プラスこれをお使いになることがございますか。なんかあれ入れておくとちょっとなんか穴が開いたりしないのかな。それちょっと危ない。ちょっとこれと似たようなことで、うんうん、まあ、会社にですね、うん、まあT さんというようにしときますけど、ね、T さんこの方が同じようにやってて、うん、それが嫁にバレて、うん、大変なことになったと。ああ、うん、なんで持ってるの、うん、的な話になりますよね。そうそう、うん、結構ね、そういうことありますよね。うんうん、原価ついてね、入れててもね、うんうん、そういうちょっとこうトラブルになるような可能性がありますけども。まあ、あれですね、岡本というだけに爆発しますね。ですね。はい。うん、現実ってじゃないけどね。うん、まあ、一つね、お伝えするとね、うん、王子は、使いません。お引き取りください。
あの、なんかその、みそちゃん、ちょっと冷たい、その、ね、視線でこっちを見ないで。いや、もうなんか、どうリアクションしていいのかな、と思ってさ。なんか、つむつむしながらさ、なんか、いろいろ考えてるのかなと思っちゃうんだけどさ。ふざけるなうん、なんかリアクション薄いでしょ今日。たまにこういうお話をするとね、なかなかテンション下がってるもんね。うん、T さんって言うから、ほら、卵さんのことですかって。あの、だから王子。会社のって言ったから ね、 でもね、うん。王子は持ってないですよ、本当に。うん、カップボーイさんが、奥さんいる人が恋愛運っていう時点でなんかね、爆笑って。はい。そうだよね、案外ね。うん。あれかもしれないね、あの、コンパ嵐をしてるかもしれないですよね。あ、そうだ、ちょっとですね、うん、いいですか、はい、お知らせがあります。はい、はい、なんだなんだ、うん、旧名古屋、はい、4月も続行です。やったやったパチ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 よかった。最初に言わなきゃいけなかったです。よかったね。言わなきゃいけないなと思いました。うん、ていうか、なんでこのタイミングなんだろう。いや、はい、でもまあね、どこのタイミングでもこういう話ができてね。はい。よかったですね。本当、ね、これ、ひとえにリスナーの皆様。そうでございます。はい。アンド、スポンサーの皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうね。はい。こんな風にリモート放送ができるのも。はい。ねえ、皆様のご協力のおかげです。ご協力のおかげです。はい。はい。そうです。ね、知事はね、本当に名古屋からやるの、はい、本当大丈夫なのって、うんうん、いろいろ言われておりましたが、はい、おかげさまで、うん、ね、おかげさまで、ありがたいことに、そう、ね、本当に長くね、はい、やらせていただいて、はい、ね、王子のね、あのトークも滑りがなくなりましたんで、いや、それはないな。前とか笑わないな。前とか笑わない。それはないな。あら、そう。うん、でもね、本当にね、こう長くやらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。メール、メールいいですか、はい、紹介させてもらいますね。はい。はい、フルムンシンジさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。時計、以前壁掛け時計の文字盤を自前のデザインで一新したことがあります。雰囲気が変わっていいですよ。針まで変えたので負担がかかったのか、1年ほど経って動かなくなりました。あら、うん、せっかく壁掛け時計、うんうんうん、ちょっとおしゃれですね。したのに。うん、そうか。なんだなんだなんだ、こんな展開になってしまった。はい。はい。ということで、はい、エンディングですね。はい。はい。エンディングです。はい。はい。来週のテーマは？かゆい、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 かゆい。来週のテーマは、かゆいです。なんで笑ってんの？いや、改めてちょっとテーマに笑えてきちゃった。はい、どうぞ。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、中、首里、中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き、元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。